どうも、ヤマトランクスです。今回はストームビル城の最奥にいるゴドリックを倒していきたいと思います。今回2回目の挑戦になります。初見の際はですね、かなり惜しくて8割9割初見の時点で削れてたんですよね。なんで、2戦目で決めていきたいというところになります。危ない。このように風をまとってくるのがね、ちょっと鬱陶しいんですけども、それでもね、なんとかなるかなと思っております。ローリング、はい、ガード、うわ、くれちゃった。ガードがうまくできんかった。回復回復と。今回もね、クラゲちゃんを連れてきております。危ない。ちょっと待って、後ろに下がろうと思ったのに障害物で下がれんかった。ぶっ刺していく。さあ、ガードガード、ローリングで風を避けていく。うわ、いってー。さあ、距離を取りつつ、クラゲの状態異常が入ってたかな。スリップダメージ入ってますね。ほら、ジャンプ切り結構食らってますね。どうやどうや、めっちゃ入ってるっしょこれ。そろそろかな。半分ぐらい削ると、さっきは第二形態に移行したんですけど、あ、そうですね、 HP が半分近くになるとイベントがね、発散もあります。超グロいよね。うわー、腕から血がブッシャーっつってね。で、近くにあった竜の亡骸に対してね、力を乞うわけですよ。もうよくわかんないんだけど、で、片腕がドラゴンになっちゃうってね、どういう理屈って感じですよね。で、左手がドラゴンになるんで、そっから火が放たれるわけですよ。で、第2形態いきなりね、この火を吐いてくるわけです。画面向かって左側からね、火を吐いてきますね。距離をね、だいぶ取ってれば避けられます。いやー、熱い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 って。ちょっと回復挟んでおきたいね。よーし、クラゲはもう死んじゃったか。あー、危ない。よいしょよいしょ。うわ、痛い痛い痛い。もうやられる前にやろう。これは火を吐くんで、ちょっと懐に入って切る。後ろに回って切る。ガラ空きだぜ。痛い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 。離れて。危ない危ない。あと4分の1ぐらいですよね、相手。オーリー、ジャンプ切り。火を吐いている間は懐がガラ空きだぜ。さあ、もうちょっともうちょっと、あとミリですよ。一撃でも当てれば勝てるんじゃないかな。下手するとスリップダメージで死んじゃうと思うんですけど、相手状態異常のね。おおおお、まさか倒した。いや、最後の決めがスリップダメージ。なんとかね、2回目で倒すことができました。マルギットを倒したプレイヤーだったらね、ここはそんなに苦労せずにいけるんじゃないでしょうか。はい、というわけでゴドリック戦いかがだったでしょうか。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。